でも綺麗だったって本当に。あ、着いた着いた。赤玉本店に行こうと思ってます。金沢といえばおでんが有名ですよね。関東と金沢でどう違うのかなと思ってちょっと食べてみたくて赤玉さんに来てみました。いただきます。皆さんはからしはたっぷり派ですか？私はですね、超たっぷり派なんですよ。山盛りにからしをつけるっていうね、最高。わーい、これね、赤まぴお店のなんかあれなのかな、オリジナルなのかな、ちょっとわかんないですけど、かまぼこに近い感じの練り物でした。初めて食べた。やっぱね、寒い時とかね、北陸とかの方はやっぱりおでんとか最高ですよね。もう寒さがね、関東と全然違うからね、日本海側は。お、グーサイン出ております。美味しかったな。これね、卵焼きじゃん、大きいけど、じゃん。おでんに卵焼きって私なんか初めてだったんですよ。でも美味しかった。なんかこの卵焼きの層の中にお出汁が染み込んでる感じがして、なんかこの日以来卵入れることになる。あ、なんかヒゲなんかのヒゲそう、この日以来我が家のおでんにこの卵焼きがね入ることになりました。これ湯葉、湯葉巻き。やっぱね、湯葉はねこれぐらいの厚みがねあってほしいんですよね。なんでねそんな話になってるかっていうと、私この間ね台湾に行ってきたんですよ。でそこで火鍋をね食べに行って、いつもね湯葉が入ってる火鍋を食べるんですけど、その中に入ってる湯葉がなんかね薄くてペロペロで、なんか豆腐みたいな湯葉に変わってて、ものすごいショックだったの。ここでねすごい厚みのある湯葉食べられたんで、もう超大満足です。これなんか茶飯なんですけど、なんでおでんって茶飯なんでしょうね。うち実家でもおでんが来ると必ず茶飯を炊いてくれるんですけど、なんだろうこの文化、不思議。あとこれね、車麩。うち父が越後出身なんで、車麩はねものすごいよく子供の時から食べてたんですけど、車麩ってなんかほらフレンチトーストみたいに、フレンチ車麩みたいにして食べてもね美味しいですよ。確かね金沢にもそういうなんかお店あった気がするな、フレンチ車麩食べれるお店、おふ屋さんだったかな。なんかもしご興味ある方は調べてみるといいかなと思います。でもなんか久しぶりに食べた気がする、車麩。でもやっぱりしみしみ美味しかった。金沢も車麩なんですね、なんかね不思議。北陸は北陸えっ、あ、これホタテね、ホタテ、卵率高いなんか気がするけど、あとねお大根が入っておりました。見せなくても分かると思うけど、一生懸命見せようと、めっちゃ見せようとしてくるじゃん。めっちゃ見せようとしてくるじゃん。はい、そんな感じでね、そう、まだもうすごい大満足な感じでした。お腹いっぱいになったので、今度はね東茶屋街とかの方に来てみました。いやもう後ろが東茶屋街だね。この辺なんか風町っていうとこっぽいんだよな。ちょっと行ってみようかなと思います。なんかちょっと雰囲気ある場所に入ってきちゃった。大丈夫これ、私迷子にならないの？
雨には雨の予報なんだな。ああ、そこが行き止まりだけど、ここから川沿いに出るんだ。いい雰囲気だな。で、この目の前の川を越えて、あの橋で向こう側に行くと東茶屋街に出るっぽいです。さっきあんなにお腹いっぱいで食べたのに、ご飯ちょっと東茶屋街でお茶でもしようと思ってます。なんか甘味ね、せっかく金沢来たので甘味を食べたいと思います。確かね、どっかこの辺を一軒ね、ちょっと気になるお店があって、っていうか見つけておいたんですよ、万が一のために。この辺曲がるんじゃなかったかな。ちょっと隣の通り行ってみようかな。完全に迷子に陥るパターンかな、これ私。東茶屋街はね、結構終わるのが早くて、夕方5時ぐらいには閉まっちゃうから。この建物なんかいいね、なんかハイカラな感じ、大正ロマンな感じ。あ、すごい、なんか広場に出てきた。なんだここは、何ここすごいやん、何ここすごいやん。え、閉まってるのか。あ、もう私が行こうと思ってたカフェがどうやら閉まってる模様。あ、だって雨宿りしてるもん。そこはね、甘味カフェ茶湯ってとこに行きたかったんですが、開いてないので。あ、わらび餅美味しそうだな。これ美味しそうじゃない、なんかめっちゃ惹かれちゃった。わらび餅ちょっと見てみよう。国指定重要文化財じゃん。ちょびっと一周してみたい。このカメラ防水じゃないのよ。防水じゃないから入れたらやばいやん。ソフトクリーム、ソフトクリーム。ここフードパフェがあるとこじゃない、加賀紅茶パフェ。加賀紅茶パフェ、うん、すごい、ハロウィン。今見たらウェイティングシート12組ぐらいいた。12組は待ってられないな。この店、ここなんか並んでる東おしるこ。あ、ここなんか結構有名だよね。東さんとお店が多い。あ、違う違う、東って東茶屋街の東ってことか。なるほど。そういう意味か。ずっとね、住所のところに、ね、東東東って書いてあるから、東さんもいると思った。間違えた。藤原神社、あ、このところに神社がある。何の神社だろう。ちょっと行ってみようかな。覗くだけ覗いてみる。両縁の松、ちょっとだけ、ちょっとチラリとチラリとね。誰を祀ってんのかよくわからんな。ちょっと調べてみよう。菅原道真公、
白蛇だって。ちょっとご挨拶だけしてみる？一度通り過ぎたんですけど、なんか行った方がいいような気がして寄ってみました。私なんか行くとこ行くとこ割と道真公と会うことが多いんですよね。なんででしょう。お参りしてみました。あ、ここなんかお醤油味噌の販売店だ。直売所大和味噌、大和醤油味噌、行ってみようかな。発酵食品よく食べるんで、なんか発酵系あったらいいなぁなんて思いつつちょっと見てみました。なんかね、サービスでお出汁を出してくれるんですよ。なんかお出汁をちょっと飲みながらいろいろ商品を見て回れました。ありがとうございます。お暑いので気をつけて召し上がりください。行商か、行商だった。ちょっとおっちゃんがあの工場のハンドクリーム良さそうだった。成分見たけど、麹とかあとソメイヨシノとかの桜の成分とかあと大豆発酵なんとかとかね、なんかあの良さそうだった。ただベルガモットの香りがついてるので肌が弱い人はちょっとやめた方がいい可能性があるけど、でも比較的優しめだった。セタノールとかだったし、おすすめです。グリエって何？気になるやん。なんせ栗が美味しそうだな。秋なんでね。イートインスペースないのかな。残念ながらイートインコーナーなかったな。でも何かしら絶対に食べたいんですよ私は。ちょっともうちょっと見て考えます。ここいいかも。ここいいかも。美味しそう。練り切り生菓子セット食べようかな。美味しそう。すごいめでたい、めでたい感じするわ。何かと思ったら羊羹だった。練り切りって本当に美しくないですか？私ね、昔練り切り職人になりたいと思ったことがあるの。もうほんとなんかさ、色とかあの形とかすごい綺麗で大好き。練り切りこれね、今一緒にね、いただいてるのは加賀棒茶です。いやーほんとによく歩いたんですよこの日も。やっぱね、歩くとね、甘いものは欠かせませんよ。ほんとにお腹いっぱいとかそういう問題じゃないから。じゃーん。うん。やっぱね、和菓子ね、いいですよね。なんか私洋菓子より和菓子の方がねホッとするの、なんだか知らないけど癒されてる。めちゃくちゃ癒されてる感じです。今私今回のね旅は本当にね、お疲れ様旅なんですよ自分の中では。だからこう、ね、ゆっくりする時間をなるべくこの旅の中でも作ろうと思っていて、充実、めちゃくちゃ充実しています。
そう、こちらね、本当お店 おすすめでした。セットで、あとお抹茶とかもやってたんで、なかなかあの居心地もいいし、いい感じでした。美味しかった。いい時間になってきた。すごい金箔のお土産が結構あるな。金箔コスメショップ。新しいですか？新しい。これ新しくない。BJI。うん、そう、ナンバー2のやつ。ナンバー3 just came out。ナンバー3があるんだ。そう。そう、ちょっと見知らなかった。そうどんどん新しくなって。ありがとう。はい。私が使ってるこのカメラの新しいバージョンが出たよって言ってた。教えてもらった。みんな詳しいな。いや、今ちょっとね、あの英語は一切話せないので、あの完全に日本語で全部喋る方向です。ちょっとここはいい感じなんだけどな。無理かな。ここ良さげだけど常に人がいるから写真撮るのは無理だね。もうちょっと夕焼けになったらもっと素敵かもね。本当にここ東茶屋街でいった。よし帰るか。駅の方に向かってほんとにね、バタバタするのがとってもこんだけバタバタしてるくせにいつも言うのもなんだけど、どの口がって感じなんですけど、バタバタするのが嫌で、ちょっとね明日じゃなくて今日もうお土産ちょっと見に行こうかなと思って金沢駅の方に戻ってみたいと思います。明日は明日でね、行きたいところがまだいくつもあって、なのであの多分バタバタしたくないとか言っときながら案の定こう新幹線に駆け乗る感じになると思うんでなんで私いつも時間間に合わないのかな。不思議です。金箔のパックがあった。あんな金箔のパックとかもらってもさ、いつやればいいのか分かんないよね。あ、こっちも金箔のパックが売ってる。え、指輪屋だって。指輪屋とか言って、私別に指輪買うわけじゃないんだけどなんとなくだってね、なんか指輪屋ってこんな提灯下げられたら気になるでしょ。なんだろう、手作り指輪当日お渡しできます。シルバー3300円、ゴールドプラチナもございます。お高いんでしょっていうね。ちょっと見てみるか。かわいいやんって思ったら22万5千円でした。違いの分かる女だからしょうがないよね。よし、ここすごい金箔のお店。金のプリンが売ってるよ。よし、バスに乗るか。東茶屋街は目の前がバス停なんでとっても便利でした。
バスに乗ったらめっちゃ豪雨降ってきたんですよ。あっぷね見れなくてよかったと思って。もうね、こういうの結構私ねなかなかついてる女なんですよ。というわけでですね、ちょっとこんなに雨降っちゃってるので、この日は駅ビルで夕ご飯を食べてホテルに戻ることにしました。次回の動画は美味しいものがたくさん出てきます。お楽しみに。